Hey guys, ジェニーです。皆様どんなクリスマスでしたか？私のクリスマスは救急仕事が入って忙しかったまあそんなクリスマスだったんですけど、皆様のおかげでね、リップとかいただいたおかげでなんとか無事クリスマスを味わうことができました。ありがとうございますとかね、こんなこと言ってるうちにもうサインボルト選手が通るぐらいのスピードでもう1年が終わってくんですね。そうすると1月の正月がやってきて、おせち、おしるこ、もちもち、もうみんなもちもちちょうだいなっていう季節がやってくるんですね。もうこんな風にね、こういきなりやってくるんですよ。ということで今日はですね、リクエストも多かった下半身痩せを皆様に伝授していきたいなと思います。これはあくまで私が実際にやってこれいいねって思ったことなので、ちゃんとした情報とか専門知識を知りたい方はぜひあのプロの方、専門家の方に伺うことをお勧めいたします。それではレッツゴー。ここで皆様に質問です。この3つの中から下半身太りする原因を選びなさい。1つは骨盤の歪み、2つ目は水分不足、3つ目はセルライト。皆様検討つきましたか？これはですね、実は3つ全てが下半身が太る原因でございます。2つ目と3つ目だったら、まあ、気をつければなんとかできるものだったりするんですけど、1つ目はどうやれば対処できるのか。まず最初に起立をして膝をくっつけるように意識します。そして太ももを外側から内側に向けて引っ張ります。まあ、そうすると自然にお腹に力が入ったりとか、お尻にキュッと力が入ったりするので、力が入ったなと思ったところをキープしてください。これを少しずつやっていけば、ガニ股は正直わからないんですけど、大脚の方は治っていくのでぜひやってみてください。では次、2つ目はですね、テレビを見ているとき、ベッドにいるときにできることでございますね。まず最初に仰向けになります。その次につま先を伸ばして足を上に上げて、かぎかっこのようなポーズにします。そしたら足を細かくクロスしながら 1,2,3,4,5,6,7,8 と上下に動かしていきます。この上下で1回、これは8回で1セットでございます。初めてやる方は1セット結構頑張れるかなって思う方は2セットやってみてください。ここでのポイントはつま先までしっかり伸ばすことがポイントです。以上でございます。今日の動画見てくださってありがとうございました。筋肉でですね、下半身が太っちゃってるなっていう方はあえて運動しないで筋肉を落とすことをお勧めいたします。太ってないのにこうシルエットにすると太って見えるじゃんみたいなね、あるんだよねそれが。だからもうあえて運動しないでマッサージだけずっとやったんで、まあ、次回はちょっとマッサージを紹介できたらいいなと思ってます。お楽しみに。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。